げるぞ。あら、アサザメだけ。おばあちゃん、この竹の花と、それから虹の卵を見つけると、もう何でも願い事が叶うんですよ。金色の虹だった。虹を見たの、はあ、何よ純ちゃん。虹よ、金色の虹だわ。数年前、北京郊外の地底から姿を現し、ウランの貯蔵庫を襲っている。パゴスは、分子構造破壊光線を出す特殊な機関を持っている。その光線を吐くと人間の目には金色の虹に見える。そうよ。だから今度は虹の卵探してんのよ。虹の卵？虹の卵が見つかるとどうなるの？何でも願い事が叶うのよ。行こう行こう。パゴスに違いないと思います。北京の時と同じです。じゃあやっぱり。卵。本当だ。よっしゃ。よっしゃ。おばあちゃん。問題はウランのカプセルです。誘爆したら大変なことになります。虹の卵？ユリちゃん、そいつはもしかするとウランカプセル。よし、子供の位置を確認してきます。それを合図に。頼みます。あ、いたぞ。谷間に入ってるから安全だわ。発射。虹の卵よ。え？これに頼んでおばあちゃんの足直してもらうの。いい子。いい子。歩けるようになったのよ。やっぱりこれ虹の卵だったのよ。